ノルウェーの画家、テオドール・キッテル戦作の大のいノッ剣、または、ネック等は、ゲルマンシンは、民話の変身譚に登場する他の生物の姿に変身する水の精霊である。複数の呼び名を持つが、共通する話で語られている。地域によって様々な呼び名と、性別の違いが見られる。ドイツ語のニックスとスカンジナビアの対応する語では、男性であるが、ドイツ語のニックスは、 川に住む人魚である。関連する、英語圏の伝説上の生物ナッカーは、一般的には、ドラゴンとされるが、時代とともに、他の生物としても描かれている。スカンジナビアの熱圏、ナッキー、NKK は、バイオリンで魅了する歌を演奏し、女性や子供を川や池で溺れさせようとする男性の、水の精霊であった。しかし、これらの精霊のすべてが悪意を持っているわけではなく、 実際、多くの物語が存在しているが、女性や子供だけでなく、男性も甘い歌で引き寄せ、聴衆には全く無害という話も少なからず残っている。ホーシグリムの中には、彼と恋に落ちた人間と一緒に住むことに同意した話も存在するが、これらの物語の多くでは彼は大抵滝や小川、近くの家へ帰っていくことになる。彼らは水源との自由で、 定期的な接触がなければ元気をなくすと言われている。小川の馬という意味で、スカンジナビアの民話に登場する伝承上の馬である。スコットランドのケルピーやウェールズのセファルドルととても似ている。しばしば霧のような天気の間にだけ川の近くに現れる巨大な白い馬で背にまたがった人間は共に川に飛び込み戻って来れないと言われている。ありがとうございます。